こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、クラウドファウンディングで、皆さんからお預かりした資金で事業をスタートした、あの例のね、浩二さんからのプロモーション動画が送られてきましたので、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけども、今回の施工例なんですけども、なんかその30坪ぐらいでしたっけ、土地にですね、まあ、いろいろ雑草が生えているのをこれ刈ってですね、そして草を生えないようにシートで押さえた後で、まあ、さら地になった土地に、まあ、土を引くのか、なんか建物を建てるのか、ちょっとそこら辺までは分かりませんけども、なんかこうね、荒れた土地とか、耕作放棄地とか、そういったものでお困りの方とか、まあ、土地のことですよね。まあ、なかなかこういった土地の悩みを持たれている方っていうのは、どうなんですかね、たくさんはいないと思うんですが、でもね、ちょっと実家の家を継ぎたいんだけど、ちょっとこう庭が荒れていてね、とかね、なんか以前やっていた畑がもう誰もやんなくなっちゃったんで、これを機会にちょっとリフレッシュしたいんだみたいなご相談がありましたら、まずご連絡いただければなと思います。まあ、どちらにしましても、この浩二さんのクラウドファンディングがスタートしてますんでね、これから日本全国各地でいろんなところでね、浩二さんの姿と、それからヘラクレスグループの活躍を見ることになると思います。まずはその第一弾と思いまして、こちらの動画をご覧いただきたいと思います。それでは切り替えていきましょう。浩二さん、ありがとうございます。こんにちは、川原企画、川原浩二です。今日はヘラクレスグループの上代表のお仕事でね、約30坪の草刈り、それと防草シート張りということで、お昼ちょっと過ぎちゃったんですけどもね、このように完了いたしました。こういう作業もね、やらさせていただきますので、またオプションでね、この上に砂利を敷くとか、いろいろあります。これは防草、防ぐ草ですね、防草シートを貼って、こういう状態で仕上がりということです。で、黒いから分かりにくいと思うんですけどもね、シートとシートの継ぎ目はテープで貼って、で、ペグという金具でこのように留めております。はい、場所がね、田舎です。はい、ヘラクレスグループ上代表のお仕事でした。はい、ありがとう。あ、今からもう撮ってるよ。挨拶もう撮ってるよ。どうも、便利屋ヘラクレスグループの、責任者、上博之です。第2弾のご挨拶として、こちらの方、今枝木伐採、草刈りと、それから、地ならし、それから、シート張り、刊行しました。日本全国、草刈り、枝木伐採、もしくは、シート張りでお困りの方、漏れなく日本全国メンバーと一緒に、回りますので、来年1月2月雪が降っても、この4駆軽トラ の2段階の4駆で、もう1台1回目で取ったもう1台の軽トラ2台で2人で行きますので、ご用命があれば即メール電話ください。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。